イヒネの4軍成績わらわら。ソフトバンクの契約更改交渉が8日、始まった。野手が秋季キャンプを行っている宮崎で行われ、22年ドラフト1位のイヒネ、立は内野手19、は現状維持の800万円でサインした。金額は推定。プロ1年目の今季は下半身のコンディション不良などもあり、ウエスタンリーグの出場はなかった。ファームの非公式戦では22試合に出場し、打率2割3分4厘、2本塁打、6打点。4軍戦で2割3分4厘2本6打点なん。うおおおお。なんか草。800万しかもらってないの、中日より地獄で草。ドラ1で800万って最低評価やな。別にハズレ1位でもないのにな。ソフトバンクのドラ1として順調な滑り出しやな。今宮の後継者はよでてコント今宮ボロボロやぞ。純ナイジェリア人やし素材はいいと思うけど育つかな。どうなってんのこの球団、また怪我しとったんかいな。ドラ1ってそんなんだっけ。ホークスはドラ1で遊ぶからな、前田はさすがに大丈夫だと思いたいが。そういや風間どうしてんのかなって成績調べたら、2軍非公式戦で 8.2 イニング23四球5暴投とかやってた。終わりやね。イヒネは育ってくれ。